がね、立たせた状態、はい、こんな感じね、うん、はい、でこれはまあ横ですよね、はい、でこれはまあ、あのうつ伏せと、あ、仰向けとうつ伏せなんですよね、はい、でこれに相当するのはこれ、そうするとね肺腔があって腹腔があって、うん、これが黒いとこ肺なんですよ、はい、でこれが頭でね、前足があって、そうすると肺腔があって腹腔があってここが頭、うん、この辺が肺なわけ、うん、真っ白でしょこの辺が、ですね、だから呼吸機能落ちて肺炎を起こしてる、あ、そう、ね、そう、でこの下が横向きですよね、はい、普通はこんな感じなんですよ、この時は肺腔があって腹腔があってこれぐらいが肺なんです、うん、そうするとこれぐらいが肺なんだけど、上の方はかろうじて黒いとこあるけどほとんど白い、うん、かなり重症の呼吸器機能肺炎です、はい、から続いて真正面で、真正面で見ていくとですね、例えばここね、黒い塊が見えますよね、はい、これガスなんですよ、腸のガス、それからこことかね、これとかですね、こっちだとちょっと見えんね、これがちょっとそうかな、ここもちょっとガスかもし、ここはでもちょっと左右対称だから、うん、これはちょっと微妙だけど、これはガスですね、あとここはちょっと甲羅のあれかな、難しいけど、まあでも普通はガスたまらないんですよ、うん、普通の子はね、腸管には、それはちょっとだけガスが溜まってるってことはそこで炎症を起こして機能が落ちてると、うん、ではさ、身体検査でさ、すごい口腔粘膜の弱い人いるから貧血を起こしてて血流が悪くなって低酸素を起こしてるから、それは呼吸器の機能も、はい、ね、それは消化器の機能も、もしくはお腹の中にある内臓臓器の機能も落ちてる可能性があって非常に危ないと思います。